マリカ・ウッザマーニー・ベイグムは、北、インド、ムガル帝国の第12代皇帝アフマドシャーの日、パードシャー・ベイグム、バードシャー・ベイグムとも呼ばれる。1703年、ムガル帝国の第9代皇帝ファルフシアルの娘として、デリーで生まれた。1721年12月9日、第12代皇帝ムハンマドシャーと結婚し、最初の日となった。 皇帝との間には息子シャフリアールシャーを設けたが、1724年7月19日に死去した。1754年6月、第14代皇帝アーラムギール2世の即位に際し、マリカ・ウッザマーニーのママ子である、第13代皇帝アフマドシャーが廃位され、盲目にされた。以降、マリカ・ウッザマーニーは、アーラムギール2世とその息子で、 第15代皇帝シャー・アーラム2世に恨みを持ち、アフマドシャーの息子ビーダール・バフトを定位につけようと考えるようになった。1787年7月、皇帝シャー・アーラム2世を支えていた、摂政、軍総司令官のマハーダー・ジー・シンディアは、ラールソートの戦いで、ラージュプートに敗北を喫したため、失脚した。その後、マリカ・ウザマーニーは、 帝国に恨みを持っていたローヒラー族の族長、グラーム・カー・ィル・ハーンと結び、彼女は、グラーム・カー・ィル・ハーンに協力金として120万、ルピーを支払った。1788年7月18日、グラーム・カー・ィル・ハーンに率いるローヒラー族の軍は、デリーを占領し、デリー城内とその周辺に4000の部下を配置して、皇帝と巫女の武器を奪った。その後、 7月30日にシャア・アーラム2世を廃止、ビーダール・バフトをジャハーン・シャーの名で定位につけ。だが、グラーム・カー・ギル・ハーンは暴虐の限りを尽くし、ついには協力関係にあったマリカ・ウザ・マーニーとジャハーン・シャーにも財宝の引き渡しを求めた。マリカ・ウザ・マーニーが、これ以上引き渡す財宝はないというと、グラーム・カー・ギル・ハーンは高級に部下を送り込み、女性の衣服を剥ぎ取り、 床を掘り起こし、壁を破壊してまで財宝を探させた。しかし、2ヶ月後、グラーム・カーディル・ハーンの軍に食料を不足が起こり、その上、マハーダージ・シンディアの率いる軍が近づいてきたため、10月2日に彼は略奪した2億5000万ルーピーもの財宝と共に、デリーから撤退した。その翌日、シンディア家の軍が、ローヒラー族の軍と入れ替わる形で、デリーに入り、 シャンアーラム2世を保護した。シャンアーラム2世が玉座に舞い戻った結果、ジャハーン・シャーは投獄され、1789年に処刑された。マリカ・ウザ・マーニーもまたこの年の9月21日までに死亡している。ありがとうございます。